はいどうもこんにちは、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですねウィニングレブン2022、改めまして e フットボール2022の最新情報を、お届けしていきたいと思います。で、 e フットボール2022に関しての再生リスト、概要欄の方に作っておりますので、ぜひそちらからね、今までの動画チェックしていただければと思います。ということで今回はですね e フットボール2022の最新情報ということで、今回はアプリというわけではなく PS4、まあ、据え置き版ですね、据え置き版の方にとってはかなり大事な情報になってきますので、ぜひですね PS4、PS5 の方はご覧いただければと思いますけど、今回新たな情報がですね、ありまして、今回新たに情報がですね出まして、それはこちらになります。プレミアムプレイヤーパックの内容ということで、前回の動画でも紹介したんですけど、まあ、抽選契約権なるものがですね、この e フットボール2022で獲得できるということになっていまして、でそちらの予約特典、予約をすると ×6 が8つになるということで2つ追加されます。ですので、まあ、今までね、PS4、PS5 なりで、ウィニングレブンをやっていた方はぜひ今回の予約特典使っていただければと思いますし、やっていなかった方もですね予約特典に関してはゲットできますので、ぜひですね予約していただければと思います。ただまあ前作をやってない方はですね、この前作プレイで 10% オフというものは適用されませんので、そちらだけね、ご注意いただければと思いますけど、この抽選契約権の内容について、今回明らかになったということで、少しですね皆さんにご紹介させていただければと思いますけど、この抽選契約権、予約特典2名追加ということで、メッシ、ネイマール、久保、ファーティ、ウパメカのラッシュフォード、ジョナタン・ドスサントス選手たち、プラス、こちらのアーセナル、ユベントス、マンチェスター・ユナイテッド、ローマ、ラツィオ、ゼニト、フラメンゴ、サンパウロ、リーベルプレートの1名の中からですねいずれか1名が獲得可能ということになっていましたので、こちらかなりですね重要な抽選契約権になっていたんですけど、この抽選契約権で獲得できる選手たちは、右から2番目のフィーチャーですね、成長ができる、まあ、FP のようなものになってくるかなと思いますが、このフィーチャーの選手たちがゲットできるということで、間違いなく即戦力になってくる選手たちかなと思いますので、ぜひですね予約特典で ×8 ですね、こちらでゲットしていただければと思います。ということで新たに出た情報をですね皆さんにお届けしていこうかなと思いますが、前回出ている内容ですと全16選手獲得可能ということになっていまして、まあ、もしかしたらボックスドローなのか、あとはまあ毎回ですね16分の1の確率なのかというところは分かりかねましたが、今回こちらが新たに発表されたということでご覧いただければと思います。2番目と3番目ですね、抽選契約権にて選手と契約する場合は、選手リストのまだ契約していない選手の中から抽選で、1名と契約ができますということになっていますので、完全にボックスドローということになります。で3番目も同様ですね、選手リストの中の選手の契約状況は任意のタイミングでリセットが可能ですと。で契約状況のリセットをすることで契約済みの選手を含め、再度選手リストの中の全ての選手と契約することが可能になれますということになっていますので、まあ、よくアプリとか、まあ、PS4 も来ますけど、ボックスドローのような形のガチャになっていますので、これはかなりありがたいんじゃないかなというところですね。で他のところで見ると、まあこのですね抽選契約権だったり、あとは新たに追加されるコインに関しては11月11日配信予定のアップデートにお受け取りいただけますというところだったり、まあ、使用期限ですね4月30日までというところだったり、あとまあこちらのコインとかの使用期限に関しても新たに情報が出たということになっていますけど、まあやはり2番目と3番目の情報が一番激アツなんじゃないかなと思います。ボックスドローということになりましたので、まあこの予約特典使わない手はないなということで、ぜひですねこの抽選契約権8つ獲得できる予約を今からしておいてですね、ぜひ皆さん PS4、PS5 でスタートダッシュ決めていただければと思います。であとはですね気になる点で言うと、メッシが右手に持っているこのカードですね、このカードを少しアップしてみたいと思いますけど、リオネルメッシ、レオメッシ、右ウィングで総合値93とありますので、これに関してはやはり、まあ、下の括弧で書いていますけど、この画像は仮です、今後変更となる可能性がありますということなので、このカードに関しては、まあ、そのまんま適用されるということはないんじゃないかなという予想ですね。まあ、というのも今回の抽選契約権で獲得できる選手たちの種類がフィーチャーということもありますので、この右から2番目のようなカードタイプになってくるんじゃないかなという予想です。まあ、今回のこの発表されているカードのまあデザインもかっこいいはかっこいいんですけど、まあ、やっぱりこの4つの中から出てくるんじゃないかなと思いますんで、まあ、そこら辺に関しては、まあ、やはりかっこいいはかっこいいんですけど、そこまで期待する内容ではないのかなというところですかね。
ということで、まあ、前回の動画でも紹介しましたけど、この抽選契約権で獲得できるメッシ、ネイマール、久保、ファティ、ウッパメカのラッシュフォード、ジョナタン、ドスサントス、この選手たちの中で誰が一番当たりなのかというのは、まあ、このガチャの内容だったり、あとは能力次第になってくるのかなと思いますけど、まあ、個人的にはやはりまあ若手がですね、重宝されるウィニングイレブン、まあ、もしかしたら e フットボールもそうかなと思いますんで、まあ、久保、ファティ、ウッパメカのラッシュフォード、まあ、ここら辺の選手がかなり激アツになってくるんじゃないかなという予想です。ただですね、スタートダッシュを決めるという点で見たときにはメッシ、ネイマール、久保、ファティが個人的にはかなり熱いんじゃないかなという予想をしています。まあ、他の選手ももちろんかなり激熱ではあるんですけど、まあ、ラッシュフォードだったり、まあ、ジョナタン・ドス・サントスに関してはそこまで、まあ、期待できる選手じゃないのかなというところですかね。あと、まあ、やはり初期段階で言うと守備ですね、守備面で見たときにセンターバックだったりサイドバックの選手ってかなり、重宝してきそうな印象も持っていますし予想できますので、やはりこのウパメカの、獲得できるかどうかというところにも、めちゃくちゃ重要になってきそうだなというところですかね。あとはアーセナル、ユベントス、マンチェスターユナイテッド、ローマ、ラツィオ、ゼニート、フラメンゴ、サンパウロ、リーベルプレートの選手が誰なのかというところもかなり、注目な点ですね。もちろんユナイテッドからはロナウドだったりも出てほしいところですし、まあ、アーセナル、ユベントスとかでね、富安選手だったりデリフト、ここら辺の選手が出てきてもかなり激アツなんじゃないかなという予想ですね。まあ、ここら辺の選手に関してはやはり PS4、PS5 の方はスタートダッシュ決めるためにもかなり重要な選手獲得という抽選契約権になっているかなと思いますので、ぜひ今のうちから6つではなく8つ獲得するというところを念頭に置いて、予約していただければと思います。で、あとはまあ予約特典でこの2800コインもらえるというところもかなり大きな部分ですね。来作に関してはアイコニック、レジェンドがレジェンダリーに統一されるということにもなっていますので、まあ、このレジェンダリーで新たな選手だったり、まあ、やはりレジェンダリーの選手が強いかなという予想もしていますので、この2800コインゲットできるというところはかなりありがたいのかなと思います。ということで本日はですね、来週に迫りました e フットボール2022、開幕は来週ということになっていますけど、来週からはですね、こちらのパートナークラブの選手たちのみしか、まあ、プレーできないと、まあ、いわゆるマイクラブモードは、プレーできないということになっていますので、まあ、本格開始とまではいきませんけども、まあ、来週ですね2022が始まるということで、ぜひですね予約特典していただいて、2022、まあ、スタートダッシュを決めていただければと思います。本格開始の11月11日、18日より、こちらの選手たちが獲得可能となりますので、今のうちにですね、予約しておいて獲得していただければと思います。ということで本日はですね e フットボール2022について紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。皆さんですね、今のうちに、予約特典獲得していただければと思います。まあでも来週にですね e フットボール2022が開幕ということで、これはかなり楽しみですし、あとはまあドリブルとかねディフェンスがどこまで変わったのかというところも一つ楽しみな点なのかなと思います。まあこの11月までにですね慣れることがかなり重要かなと思いますので、まあ、今のうちからですね皆さんプレイしていただければと思いますね。ということで本日はこれに終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。